はい、こんにちは。今日はこちらの商品を紹介します。これは、あ、ちょっとやばい。こちらは今ちょっと試したんですけど、かなり便利です。これはやばいです。で、あれ？どこ行った？あ、これか。これジョイナーから配線が出てるんですよね。なんでこういうフィーダー線、直線線路じゃないと入れられなかったじゃないですか、電源が。それがカーブだろうと何だろうと入れられるっていう、こういうとこでもリレーラーでも何でも好きなとこに電源を取れるんで、この線だけだと思って購入したんですけど、これもついてきました。これも欲しくて探しててなかなか見つからなかったんですよね。で、Nゲージのこれとセット、Nゲージのこれとセット販売してたみたいで、今日注文したんですけどキャンセルしました。これに入ってたんで。早速やってみます。どう使うかっていうと、これを、あ、これこうこうでもいいし、まあ、逆にこうでもいいと思うんですよね。こうこれがさ、手で外すとなるとさ、マジでもう本気で力入れても取れないのよ。いつも爪が痛くても爪が折れちゃうんじゃないかっていうぐらい硬くって。でもこれを使うと、なんとこんな簡単に外せちゃうんです。で、しかもはめるのは簡単なんですよ。あれ？カメラ越しで見てると立体感がわかんない。つけるのはすごい軽いの。ただもう逆に取ろうと思うと、これがないと、どうだっけ？ちょっとさ、ほんと、これだけで取っちゃうんだよ。まあ、テコの原理なんだろうけど、で、はめるのは簡単と。絶縁つけたりとかさ、で、この配線付きのをつければ、まあ、好きなとこから出せるし、こう切っちゃえば、切っちゃえば。うん。なんでこれ、親父の分も追加注文しました。で、これ線があるとちょっと外しにくいかな。でも問題なく外れる。ほら。もう怖いもんなしだよな、これがあれば。あ、やべえ、つけちゃったよ。つけちゃったよなんて、あ、取れねえみたいな、なんないから。だってこんな簡単に取れるんだ。これは素晴らしい道具ですね、マジで。なんか調子乗って何回も入れたくなっちゃう。ほら、ぶっ壊れちゃうな、あんまやってたら。まあ、そんなところです。これはおすすめ。まあ、どこに使うか分かんないけど、なんていうんですか、こんだけ径がでかくなるとね、やっぱ電圧降下して遅くなったりするんですよね。ところどころに入れてやったりとか、いろいろ使い道があると思うんで、もう2つ注文しました。以上。